米山隆一野党が支援へ。先日、立憲民主党や共産党、国民民主党、社民党などが会談を行い、次の衆院選において、米山隆一さんを支援する方向で調整を進める方針になったことが明らかになりました。この米山さんでございますが、新潟県知事を売春で辞任し、たった 一年半の在職期間となり、最短記録を作られた方でございまして、有権者の印象は最悪なんじゃないかと思われますが、現状、米山さんの言動を見ておりますと、まあ、どう見ても国会議員にはふさわしくないと判断せざるを得ませんので、 新潟県の有権者の皆様、米山隆一さんには絶対に投票しないようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。